はい、昔ねゲーセンでね灰皿の灰をカバンにねかけられたことありまして、私はその時あんまり怒らなかったよね。もっともしなかったな、その時ね。昔ですね、たまに行くゲーセン、ほとんど行かなかったけども、年に1回とか行くようなゲーセンがありまして、そこでね、麻雀ゲームかなんかをやってたんだね。で、そしたらタバコを入れる、タバコの吸い殻を入れるような灰皿ってあるでしょ。で、灰皿がね、ゲーム台の筐体の左下の方かな、左下の方、手元の方に穴が開いて、そこに灰皿をカポッとはめるような、そういう灰皿専用の穴みたいなのが開いてて、そこに灰皿をはめるような、そういう構造だったんだね。で、その灰皿の中に前の人が、吸ったような灰皿、タバコの吸い殻と灰がまあまあ入ってた。で、店員さんがね、こう巡回してきて、タバコの吸い殻とかを集めたり掃除したりしてるわけ。私のとこも来るかなと思ってたんだけど、灰皿だけポンポンって取り替えて、パッとね、どっか行ってくれるかなと思ったんだけど、もうほんと漫画みたいにですね、その店員さんが灰皿をね、私がゲームしてる横でですね、灰皿だけパッて取って、新しいのに変えようとした時に引っかかっちゃって、こう灰皿の灰をぶちまけてしまうというね、そういうことがありましたね。私は全く動いてないですし、その灰皿の交換について関与してないんであんまりですけども、その店員さんが自分で灰皿を急いで買いようとして引っ掛けて、巻いてしまったと、ぶちまけてしまったと。で、このカバンをですね、筐体のカバンを置くスペースみたいなとこあったから、そこに置いてたわけね、私は。で、そこにね、カバンのところに、灰皿の灰が全部かかってしまうというね、大変なことが起きたわけですよ。で、私がね、あんま怒らなかったのは、まだあったわ。で、しかもですね、その店員さんは自分がね、ミスって私のカバンに灰皿の灰をかけたことを分かったんで、急いでこう灰皿の灰、かかった灰を手でパパパって払おうとしたわけ。染み込むもんでもないからさ、早く払おうが遅く払おうが、あんま関係ないんだけども、とにかくパッパッと払ったわけ、反射的にね。そしたらですね、私の灰カバンの目地にね、灰皿の灰がこう入り込んでしまって、こう手で撫でるからですね、余計にこう、この灰がね、カバンの生地の目地にね、こう入り込んでしまうというね、そういうことがありましたね。普通ならそこでね、切れるんだろうけど、私はあんま切れなかったよね。そのカバンはですね、私が持ってたカバンは、リュックみたいになっていて、で、茶色か薄い茶色か、そういうので、段ボールみたいな色してたわけね。で、表面はね、コーディロイみたいな、コーディロイって細かい縦線が入っているような、ああいう生地でですね、できてて、灰皿の灰が中に入りやすいんですよ。で、ギザギザのポテトチップスみたいな、そういう表面をしていてね。で、撫でれば撫でるほど灰がこう入ってしまうというね。で、私がね、あんま怒らなかったのは、もちろんそのカバンがね、新品でも何でもなくって、もう古い、もう捨てる寸前みたいな、そういうカバンだったわけね。だから別に汚れても、いいわけですよ。で、店員さんはね、すごい謝ってたけども、一生懸命ね、やった結果なんで、しょうがないねと。で、いいよいいよみたいなこと言ってね、手で言って、いい、大丈夫大丈夫みたいなこと言って、
まあ、手でジェスチャーでこう大丈夫だよみたいなこと言ったのはね、その店員さんがどうもアジア系の、若いね学生バイトみたいなそういう感じだったんだよね、うん、だからまあしょうがないかなと、うん、一生懸命やってる人、はい、でまあどっかね、一旦その場を収めて帰ってもらいました。で、まあ、店長とかがね謝りに来るとちょっとね罰が悪いんで、私もね早々に撤退しましたけども、はい、そんなことありましたね。うん、まあ今考えたらね怒るようなそういう場面だったのかもしれないけども、怒るべきだったのかなと思いますけども、難しいねこれはね。相手もねこうサボっててやっちゃったわけじゃないから、良かれと思って灰皿の灰をね交換しようと思ったわけですから、まあ難しいねこれはね、はい。